スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間は北海道コンサドーレ札幌対アーセナル、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。サイドを紹介します。右のエンドを守るのはアーセナル、反対側左のエンドからが札幌となります。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。そうですね、やはりテオ・エルナンデスでしょうね。スピード、クロス、シュート、どれもハイレベルでウイングのような攻撃的なプレーができますよね。最近のサッカーではサイドバックが非常に重要なポジションになってますけど、彼みたいな選手がいるとチームのクオリティも上がりますよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。メッシ奪いに行きます。メッシからマルティネス、カフーからメッシ、ジーコ、ビエラ、メッシ、素早いパスで攻め上がっていきます。長いボールを入れます。いや、これはカウンターのチャンスですね。ジーコからレオン、イニエスタから左へ打つか、自分で行く、レオンからのボール、ここはクリア、落ちず、シュート、よく止めた、素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。ファンダイ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。中央へクリア、このピンチをなんとか出します。ジェラード、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。ネイマール、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。ベルゴミ、テオ・エルナンデス、左上がっていきます。ここでファールがありました。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、ここは誰に合わせるのか。シュート、セカンド拾えるか、必死のクリアですよね。これは合いません。メッシ、ドリブルで仕掛ける、メッシ仕掛けるか、メッシ、マルディーニ、このボールをカットします。ビエラ、裏へ届くか、レオン、中央、アーセナルはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ラウタロ・マルティネス、ジーコからレオン、レオン、マッチアップのシーン、このボールはイニエスタへ、裏を狙う、ボールを打つ、シュート、 うまく飛び出してシュートまで持っていったんですがこれは決まりません。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出しておくボールがね、非常に効果的ですよね。メッシ、チームのキャプテンとしてプレーしています。シュート、おー、コンサドーレ先制、アーセナル相手に先制点をもぎ取ります。今の得点いかがですか。いや、見事なシュートだったと思いますね。キーパー反応しにくい低い弾道で打ち抜きましたからね。札幌先制ゴールが決まりました。メッシ、あとさらにいった、ここはディフェンスの対応、ベリンガムへ、ネイマールに渡る、スペースを狙う、ここはつながりません。ジーコ奪い返します。
イニエスタからメッシ、柔らかいボール、これは合いません。アーセナルはここクリアで難を逃れます。札幌としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。ティーコへシュート、シュートを狙っていきました。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。イニエスタ、ここでマッチアップ、グリッド、イニエスタ、いいディフェンス、ディフェンスこれを読んでいた。メッシ、このパスを防ぎます。さあこのセカンドボール、ベリンガム、投手の切り替えも早いでしょ。ここにメッシ、ここは笛が鳴ります。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。前半終了間際ビッグチャンス、セーフ、さあこぼれた、ファインセーブです。直接でしたが止めます。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1-0、札幌先制してハーフを迎えました。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。北海道コンサドーレ札幌対アーセナル、札幌が1点先制して前半を折り返します。後半見ていきましょう。札幌としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。マラドーナ、このボール奪いに行きます。ジェラード、札幌がメンバーチェンジを行っているようです。そうですね、このタイミングでの交代は回数に含まれませんからね。早めに前半の修正をかけてきた感じですよね。この後半の変化には注目したいですよね。このマッチアップどうなる。この1対1マッチアップ面白いんですけどね。ロベルト・カルロス、ベルゴミ、インターセプトを狙う、ベリンガム、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ネスタから前線にボールを送ります。これはなかなかこじ開けられない。ファンダイク、流れを止めます。ベリンガムからネイマール、ブンメニ、さあカウンターのチャンスになります。札幌がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。ここはドリブルで上がる、いいボールだ。危ないシーンでしたがクリアの対応。フリットからスナイデル、さあ一気にカウンター。マルディーニ、このボールをカットします。大きく前線に入れます。メッシ、カットに行きます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。札幌としては少し攻撃に厚みがないですよね。もう少しイマジネーションのある攻撃が見たいですよね。さあアーセナルボールです。
さあ、ともに選手交代があるようです。うまいですね。抜けてくる。屈せず対応します。ここはつながりません。フォルダン。ナンバーですよ。さあ、つながるか。フォルダンからルンメニゲ。抜けてくる。旗は上がっていません。フォーデン。オドリゴが受ける。おっと、これはカウンターいきますね。エベレチエズ、マッチアップのシーン、ビエラからのロングフィード。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。ここでマッチアップ、スナイデルからマラドーナ。このマッチアップどうなる。マラドーナから柔らかいパス、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。マラドーナからのパスはディフェンスが対応。裏を狙っていきます。マラドーナと、これはつながりません。スペースを使うファンダイク、ここはカットします。札幌としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なので、もう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。ベースへ。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。ルンメニ、フォールランからスナイデル。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。これはファールを取られましたか。イエローカードが出ました。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。いやー、やっぱりね、スピードもありましたから体を寄せてきますと、どうしてもファールになりやすいんですよね。アーセナルはこれで交代枠を全て使い切りました。彼はパスの精度が高いので、ボールを動かす、人を動かすっていうプレーが狙いだと思いますけどもね。ファンダイクから左サイド、テオ・エルナンデス、彼のオーバーラップは大きな武器になります。これは奪い返します。ネスタ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。これは合いません。スペースに出す、スナイデル。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、自分で行く、中へのクロス、チーマしっかりと抑えました。ここで笛です。1対0、札幌無失点で見事な勝利、1点差のゲームを制しました。前半のゴールがそのまま決勝点。ビエラ、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。